ヨハン・ヨーゼフ・フックスヨハン・ヨーゼフ・フックスは、オーストリアのバロック音楽の作曲家、オルガム及び、チェンバロ奏者。現在のシュタヤー・マルク・シュヒルテンフェルトの農家の家系で1660年頃に生まれた。若い頃のことはほとんど知られていない。1680年には、グラーツ大学の学生であったことが判明している。1681年から1695年まで、 インゴルシュタットの大学で法学を学ぶ傍ら、聖盲律教会のオルガニストとして奉職。ジュリアーナ・クララと結婚した1696年に、ウィーンの書店教会のオルガニストに就任、1701年まで務める。この頃に結婚したと推定される。1698年、神聖ローマ皇帝レオポルト一世によって、宮廷音楽家に任命される。 オーストリアは1683年の第2次、ウィーン包囲から続く大トルコ戦争を遂行中で、宮廷の財政に余裕がなく、高級取りのイタリア人の代わりに、ドイツ人のフックスを雇ったものと考えられる。1700年に、宮廷学長、アントニオ・ドラーギ死教学長位が空位のままマルカントニオ・ジアーニがベネツィアから招かれ、宮廷副学長に就任。レオポルト一世は、 ドラーギの長年の忠誠と貢献を称えるために、学長をよく意としたものとみられる。この頃から、フックスもオペラの作曲を担うようになる。1705年に、ウィーンのシュテファン大聖堂の第二学長に抜擢される、皇帝レオポルト一世崩御。1711年には、皇帝ヨーゼフ一世も天然痘により崩御。前任者のジアーニの学長就任に伴い、 皇帝カール六世によって、宮帝副学長に任命される。正式な就任は1713年であった。1713年に、聖シュテファン大聖堂の第一学長に就任。宮帝学長となる1715年まで務める。1715年に、学長ジアーニ死去、宮帝作曲家アントニオ・カルダーラが、宮帝学長または、 副学長の地位を求める上申書をカール6世に提出する。カルダーラは、スペイン継承戦争さなかの1708年に、スペイン国王くらいの継承を目指していた、カール6世に仕えカール6世の婚礼の祝宴のためのオペラを作曲した経歴があり、カール6世の音楽家としては先人であること、自身がジアーニと同じベネツヤ出身であり、宮廷にとって、 重要な政治宣伝の場となるベネツヤでのオペラ公演の際に優位であること等を主張したと考えられるが、カール6世はフックスをすぐさま宮廷学長に就任させた以後フックスは終生この地位にあり続ける。1723年に祝祭オペラコスタンツァとホルテッツァを作曲。この曲はカール6世のボヘミア王体館の式典のため作曲され、 莫大な費用をかけて、プラハ城で演奏された。この時の上演は極めて豪華で、ウィーン以外の音楽家たち、例えば、タルティーニア・クバンツゼレンから優れた音楽家がオーケストラのメンバーに加わっており、また皇帝カール自身もチェンバロの演奏をした。この時フックスは、通風のため歩行が困難だったため、カール6世はフックスをカゴに乗せてプラハまで、 送迎したと伝えられる。1725年には最もよく知られた著書、グラドゥス・アド・パルナススムを発表した。ラテン語で書かれた、この対英法の協定書は、JS バッハの蔵書にもあり、モーツァルトやベートーベンもこれで勉強したと伝えられる。協定のアイデアは、ジローラ・モディルートとほぼ同一であったが、フックス独自のルールも付加されており、 絶大な影響力を19世紀のフランスで得ることになる。1734年頃に妻、ジュリアーナ・クララが死亡。その後の作品は宗教的な色彩を帯びるようになった。1741年2月13日、皇帝カール六世宝魚の翌年、ウィーンで死亡した。フックスは死ぬまで宮廷学長を務めたが、フックスに対する皇帝の信頼は厚く。 前述の大法の協定書の出版費用は、カール六世自らが負担した。また、フックスの元には副学長のアントニオ・カルダーラ、宮廷詩人アポストロ・ゼーノラ、優れた才能が多くあり、オペラや音楽劇が華やかに催され、バロック音楽の最後の花を咲かせた。フックスの名は、死後間もなく忘れられたが、宗教音楽は引き続き演奏され、作品は遺族に受け継がれた。 100年後の19世紀中頃、モーツァルトの作品を整理したケッヘルがフックスに興味を持ち、電気と作品目録を出版した。これをきっかけに、この古い宮廷作曲家に対する興味が引き起こされ、オーストリア記念碑シリーズで再出版され、フックスは教師としてだけではなく、立派な作曲家として日の目を見ることになった。フックスの様式は、ポリフォニー処方を主体とした中に、 近代的なナポリ学派の様式を織り混ぜている。また、気楽曲には、フランスやイタリアの影響が見られる。作品には、19曲のオペラ、10曲のオラトリオ、29のパルティータ、序曲のほか約57のバンカや詩編がある。教則本にも作品が取り上げられ、ピアノ初心者にも、フックスの商品は、馴染みが深い。 長らく県著のグラディスアドパルナススムの現代語訳は入手が困難であったが、2020年に訳出者を変えたフランス語訳が入手できるようになった。18世紀に出版されたドイツ語訳は2021年にオルムズ社から再販されている。ありがとうございます。